うてもな。スピード勝負ゆえスピードアップは使うぞ。こちらにハンデがつくだけで、攻略に有利になるわけじゃないから安心せい。この後レベル40での攻略も出すが、正直銃も違えば別世界じゃ。まあそこはなんとかしようぞ。にゃんコンボは2人1組。初期所持金で500円あるから採用じゃ。滅法強いにアイテム使っての攻略はすでにアップされてるで。こちらはノーアイテムで挑戦してみるぞ。最初は島を出したら働き猫のレベルを1上げて、赤毛のニョロをエクスプレスで倒すんじゃ。それをすっかり忘れておってムートを無駄にしてしまうわけなんじゃが。まあレベル50もあれば挽回できるのが特徴じゃ。本当にそうなのか。疑問の声もあるじゃろうが後でレベル40以下の攻略をアップするから、確認よろしく。攻略に欠かせないのがユッキーなんじゃが、持ってないと結構難しいぞ。なんせニャンマを使った攻略ができないのが特徴でな。教授が意外にしぶといんじゃ。未だにレベル上げを忘れておるが、ちゃーんと攻略できるで大丈夫じゃ。基本方針は赤毛のニョロをエクスプレスで倒すこと。おっ、今さらレベルアップに気づきおった。腕に覚えがあれば無課金も難しくないが、これはノーアイテム時短が目的ゆえ、どうしても超激レアは1体欲しいところ。厄介な点は教授の強さ倍率が高くってムートでもなかなか倒せないんじゃ。太鼓の三杖は攻撃力レートデータベースでは表記されておるが、あれは間違いじゃから油断はするでないぞ。ここまで来たらあとは出せるものを出していくだけなんじゃが、エクスプレスだけはできればタイミングを測って出すのじゃ。赤い敵に対して滅法強いキャラは三杖にやられたら意味ないゆえ、体力上昇の方が使いやすいぞ。正直最初は速攻できるのではと思っとったんじゃが、三杖が攻撃力あったため無理になってしもうた。属性に縛られず攻撃力の高いキャラを使うこともできるが、スピードか射程である程度有利が取れないと簡単に負けてしまうぞ。教授に射程で勝ってるキャラはいるにはいるが、移動速度の関係で正直難しいぞ。この編成ならほとんど考えなくても攻略はできるゆえ、しかもノーアイテムじゃ。レベル50がボーダーラインじゃが、まあ大抵ここまで来るものは50くらい余裕じゃろ。最近はドロップ率30も当てにはならぬゆえ、一度で決めたい場合はトレジャー使うのをおすすめじゃ。非常に簡単に攻略できるシステムを考えたわけじゃが、レベル50とユッキーは必須。エクスプレスもいるがまあ簡単に入手できるじゃろ。弱点は無限脇以外全部倒さなきゃいけないのが難点じゃが、アイテムの消費を抑えて攻略できるで悪くもなかろ。ムートの再生産を待ちつつ出せるものは出していくぞ。もうなぁ、いろいろやってると決め手を考えるのが大変なんじゃ。レベル40制限も同じ編成じゃが攻略方法は大きく違うで、要チェックじゃ。ドロップ戦勝ったから裏作業じゃな。ご視聴いただきありがとうございました。また見るのじゃぞ。